5つの材料で威力105のハンマー作り。ごきげんよう、アリカです。本日は聖剣伝説レジェンドオブマナのリマスター版にて5つの材料だけで威力105のハンマーを作るやり方についてご説明いたします。材料はこちら。トネリコの木1つ、聖水3つ、巨獣の角1つ。ほぼ買うだけです。全部購入しても3156、安い。一番下の巨獣の角の取得方法については表に書いてあるので省略します。トネリコの木や聖水の購入場所についてなんですが、聖水はランク3、トネリコの木はランク4のお店にあります。でもお店のランクって何？という方もいらっしゃるかと存じます。マップ上のアーティファクトの置き方と順番によってランクが変わるというお話は全部話すと長くなるので省略いたします。わからない方はとりあえずこの一覧の上から順に行ってみてください。あるとは思うんですけれども、もしなかったら次の周回時にランドメイクについて調べていただいて、アーティファクトをいい感じに配置ください。お店ランクについて知っている方はどうぞお店に行って足りない材料を購入ください。さて、全部の材料を持ったら次はマイホームの武器作成室へ行きます。まずトネリコの木でハンマーを作ります。次に聖水、聖水、聖水、巨獣の角の順に武器を鍛えるだけ。これで威力105のハンマーが作れます。以上です。この武器一つで1周目の戦闘がとっても楽になるのでおすすめです。それでは Thank you for watching。 ありがとうございました。